しんでいただいてますか？ありがとうございます。今日は2日目です。こんなに皆さん多く集まっていただいて、主催の商店街振興組合も少ない人数の中一生懸命やってきてよかったなというふうに心から思っています。どうか今日一日楽しく安全に平成最後の錦糸町河内音頭をお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。それではこの錦糸町河内音頭実行委員会委員長を務めております人形焼山田屋さん山田稔実行委員長よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。第37回のですね、仙台錦糸町河内音頭にこんなに大勢の皆さんが来ていただいてありがとうございます。あれでですね、またねこれからもですね、続けていきたいと思いますが、そのためにはですね皆さん方のですね、応援が必要でございますので、一つよろしくお願いいたします。また私は声出てきますととりあえず商店街の宣伝をしなきゃいけません。お買い物はぜひ墨田区内の商店街をご利用ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。本日は平成最後の錦糸町河内音頭応援に大勢の皆様がご来賓として駆けつけていらっしゃいます。まず、墨田区観光協会森山育子理事長からご挨拶でございます。ボクシングの
万人時代でございます。盛り上げていきたいと思います。それでは踊りの師範の紹介をさせていただきます。向かって右手、墨田区民謡連盟の高橋静子会長でございます。そしてこちらが、日本民謡揚げ破壊揚げ破美酒、家元師範でございます。今日は素敵な浴衣でもって素晴らしいです。先日墨田区オリンピックパラリンピック地域競技会での発足式で、踊りを披露していただきました、第17代全墨田親善大使の清水香織さん、田中里美さん、そして、オリンピックを盆踊りで盛り上げよう記念の松島みどり、衆議院にも参加しております。不詳私も踊らせていただきます。それではミュージック